こんにちは、シークエンスパコトモでございます。一問一答シリーズ、しばらくお休みをさせていただいておりましたけれども、体調その他があまり芳しくなかったものですから、ちょっとお休みをさせていただきましたけれども、溜まっておりましたのでね、再開をさせていただこうかなと思います。それではご相談内容を読ませていただきます。シークエンスパパ友様、こんにちは。いつも、シークエンス早友様の動画とともに拝見をさせていただいております。食い入るように拝見させていただいております。原因といたしましては、ズバリ怖くて仕方がなく助けていただきたいということでございます。実は1年半ほど前、ちょうどこの流行り病が流行り始めた頃に、地元では有名なという心霊スポットに彼氏の友達カップルと行きました。そして、その帰り道に見事にたたられたとでも言いますか、スリップ事故を起こし、運転していた彼氏の友達は病院に搬送をされる途中に命を落としてしまいました。その後、私の彼氏もトラックにはねられるというようなことがあり、今リハビリ中とはいえ歩くことが困難になるであろうということがお医者様から伝えられているような状態です。そして、私と彼氏の友達の彼女、仮に、A 子ちゃんにもさまざまな霊現象というものが訪れているような気がして仕方がありません。私も日々怯えて暮らすような生活をしております。地元で有名なそのというのは灰寺というのでしょうか、もう今は朽ち果てるようなお寺さんがあり、そこで以前にも何組かの痛ましい事件があったり、昔はいわゆる暴走族というものが集団で暴行殺人をした、そんなような話も伝わっており、地元では決して行ってはいけないということで、今は通行止めの看板がなされているようなところです。肝試しということで行ってみようということに、本当は怖くて仕方がなかったんだけれども、心霊現象なんていうものは、まあ作り話に違いないということで言った挙句のありさまです。今私は彼氏と同じ幻聴幻覚に悩んでおります。その幻聴幻覚というのは、後ろから追いかけてくるような女の人の姿、そして助けて助けてというような声が耳に毎日のように響いてまいります。
これはまさに取り憑かれているのではないかというふうに感じます。一層精神科に行った方がいいのか、それとも何かに取り憑かれているのか、パパ友様にお写真を送らせていただきます。亡くなった彼の友達、そして今闘病生活と望みのないリハビリをしている彼氏、私と彼氏の友達の彼女A子ちゃん、4人それぞれの写真を送らせていただきます。何か取り憑かれているようなことがあるのであれば、どのように対処したらいいのかということを教えてください、助けてくださいということで、受けたまわりました。お写真拝見いたしました。っていうんですか、これは、まあ、F 山っていうんですか、F 山、通称なんでしょうかね。ちょっと私もそういうところには詳しくないんですけれどもね、まずはっきり申し上げてですね、これは明らかについておりますよ。ついているっていう言い方をすると変ですけれどもね、本当に申し訳ないですけれどもね、悪霊っていうものではないですよ、まあ、いわゆるね、そこに残っている念っていうもの以上のものが取り付いてしまっているというのが現状でございます。もうことが起きてしまった、その取り返しのつかない結果になってしまったね、方に関しては何がどうしたって生きて戻ってくることはできませんけれども、お祓いその他はなさりましたか。このことを私以外の方にもお話をいたしましたか。しかるべき処置は取りましたか。黒曜を差し上げる意味で、日の差す日に、その場所に行ってお花を手向けてきちんとお詫びを申し上げましたか。23歳ということですからね、もうお分かりでしょう。あのね、この今取り付いていらっしゃる方ね、女の方なんですけどもね、とってもひどい目に遭った方ですよ。助けて助けてって私にも声が聞こえます。そこに出向いていった以上は何かご供養を差し上げなければならないんですよ。どういう状況でもって肝試しに行かれて、どういう状況でもって今私に助けを求めていらっしゃるのかっていうのがちょっと計り知れないんですけれども、恐ろしいのは何なんでしょう。幻聴幻覚ですか、それとももしかしたら連れて行かれちゃうんじゃないっていうような恐ろしさですか。これ払拭するにはね、もう個人を定めてくっついてきちゃっておりますので、おそらくご浄化できないと思いますよ。場所が場所でそういうことであるのであればね、これお写真拝見してもね、これ多分ご浄化っていうのは相当じゃないとできないと思います。私にもかなうものではないですし、この一問一答で、お答えをしてかなう道が見つかるとすればですよ、ご自身の姿勢ですね、助けてと声をかけて追いかけてくるこの女性に対してどうしたらいいのかということですね。気持ちの問題です。もう生きて帰られるということはありません。夜行くには怖いでしょ。昼間行っても同じでございます。昼間行ってもこの方はいらっしゃいます。どうか行かれた場所にもう一度行く勇気を持ってですね、きちんとお花とお線香と、女性の方でしたらね、そうだな、アクセサリー
の一つも持ってさ、ご供養に行って差し上げてください。そしてきちんと手を合わせてお詫びをしてください。それからですね、まずはそのことを一番最初になさってください。それができないようでしたらば、これはもう一切前には進まないです。ご自身がサイコパスになりきるかね、それ以外の道はないと思いますよ。だって肝試しに行かれたんだからさ、お詫びに行く方がよっぽど楽じゃないですか、ということでございます。今からでも遅くはないと思いますよ。きちんとね、お詫びを申し上げてご供養を差し上げるようにしてください、というご報告でございます。本当にね、うかつに近づいちゃいけないですよ。彼氏さんの下半身もね、きちんとお詫びが道が通ればね、もしかしたらまたちゃんと歩けるようになるかもしれないですよ。亡くなられたお友達はとっても残念ですけれどもね、まあ悲惨な目にあってお亡くなりになった方のところに行ってしまったんですから、とっても残念ですけどもね、結果として最悪になってしまったということでございますね。本当にご冥福をお祈りいたしますとともに、疲れている女性の方にもね、本当に心穏やかに過ごしていただけますようにお祈り申し上げます。ということでですね、ちょっと話はガラッと変わるんですけども、今月の、28日の日曜日、東京水天宮で5人会を開催いたします。おおよそ午前10時から、5名様を1ブロックとして、4ブロック開催いたします。時石れみさん、他めくるくん、デンドロカカリアさん等も、参加できる方は参加していただきます。そして、ワンセットをね、1時間の中でまずはじめに10分間私からのお話を申し上げて、それから1時間お一人様10分を1コマとして、5コマまでを1ブロックとして4ブロック開催させていただきますね。おそらく1週間ぐらいで大概埋まってしまいますのでね、お早めにお申し込みお問い合わせをしていただいた方がよろしいかと思います。お支払いの方はね、申し込みとは別でお支払いの方は後払いのいつもシステムでございますのでね、とにかくご予定を合わせてお申し込みの方を先になさったらっていただいた方がよろしいかという、ご報告でございます。お待ちしておりますよ。それから、12月なんですけどもね、ちょっとカレンダー持ってきちゃったりなんかしてね、12月のですね、こちら18、19と大阪で、こちらも、個別の霊視会プラス5人会を開催いたします。年に一度の関西ということでもって、今年は年末になってしまいましたけれどもね、18日に到着をして午後からになると思いますけれども、1時間の、個別さんを、3人まで、お待ちしております。もちろんそのお一人でね、2時間3時間ぶっ通しでも構わないですけれども、お申し込みが多数の場合は割ってね、30分6人様というような形にさせていただくかもしれないですけども、私の要望としましては1時間を3名様ということでもって運営さんの方にお願いしておりますけれども、ご予算的な問題とかもあると思いますのでね、ご検討くださって、こちらも早めにお申し込みをください。特に個別さんの方は、3組様で埋まってしまいますのでね、はい。それから、19日には5人会を開催いたします。こちらは先ほどお申し伝えをした通りの形でもって、3ブロックから4ブロックという形でもって5人会を開催させていただきます。とっても楽しみにしておりますのでね、ほとんど年に1回ぐらいしか参れないもんですから、関西方面の方でね、
以前姫路島でお会いできた方、あるいは、名古屋島でお会いできた方なんかもね、再会もお待ちしておりますし、これを機会にねという方いらっしゃいましたら、お化けのお話、ご先祖様の声、などお伝えできることは何でもお伝えしたいなというふうに思っておりますので、お待ちしておりますでございます。ということで、ちゃんとご供養してくださいね。あの心霊スポットに行ってしまったね、助けてくださいって言ってるんですから、助ける手を差し伸べましょう。お若いとはいえね、怖がってばっかりで自分勝手はいけませんよ、というご報告でございます。ハッピービームで参りますよ。それではね、ハッピービーム集めましょう。ブワーッとね、キューッと久しぶりですよ。ズワーッ、ふんがふんが、ブワー。Thank you.